壁越し、よし。どうも、エルザチャンネルへようこそ。ということで、マイクラダンジョンやっていきたいと思いまーす。一回締めっぽい沼クリアしたんで、この三つのどこかかなぁ。かぼちゃ草原から上に向かってやってみようか。あっち。はいはい。10、10ぐらいやってみようか。まあ、ちょっとね、ちょっと強くなったぐらいでいけるんじゃないかな。かつては豊かだったこの場所も、邪悪な村人によって焼き払われてしまった。この世界の片隅で生き残った村はたった一つ。その村へ急ぎ向かい、戦いが迫っていると村人に伝えねば。英雄よ、君だけが頼りだ。戦いがね。待って、どういうのが出てくるかね、今回はね。ワンちゃん召喚して、まあ、それなりって感じかな。で、これか、魂は。はい、はい。魂がなんか来てるね。はい。止まった。なんか爆発した。なんか起きたね。やめい。魂だけどんどん回収していって、あ、かぼちゃだ。あー、回収できるわけではないと。豪華系もしかして。あー、一撃じゃ倒せなくなってる。そうか。あー、やべ。はい。これちょっと。探索していこうか。レベル差がついてるからね。ではいけない。早いっちゃ早いよね。もういきなり横にいるんかい。しかも強い。いいね、曲が変わるね。ミステリー少女。なんか不思議な人が見つかったね。やば
でかいこいつは強いね。そうか。魂使いたいよね。ちょっと爆発使ってみようか。敵に囲まれた時だけどね、使うのはね。おお、シルブラック結構魂回収に時間かかるんだね。イエイ、魂いいね。魂いいね。いい火力出てるよ。進むのか。ちょっと戻って探索しよう。なんか吠えはしたけど。はい。いいものはそのまま残してもいいかな。なんもないんだ。残念だね。ちょっとマップ上左上とかのもいけるみたいな感じだね。やられたけどね。はいはい。壁越し、よし。壁越しはいいね。あー、でもライフが全然エクが追いつかないね。お、早くしとくか。いやー、特にないね。いいなー、その強い鎧欲しい。ワンちゃんが、ワンちゃんが。いいぞー。いや、ソロプレイでのワンちゃんは非常に助かる。
ノックバック。そうだね。そうだね、ちょっと能力上げといてかな。とりあえずダメージ食らった時逃げたいよね。こうやって見るとあれだね、敵が限られてる感はあるから、レベルもどれくらい上がるとか結構決まってそうな感じはするな。敵強いはずだけど1しかまだ上がってないもんね。あー徐々に回復っていうね。でもね、この弓チャージショットができないからダメージがね、大体ダメが固定なんだよね。イベント戦だね。はい、クリボック2。まだ50ぐらいしか出ないけどね。よし、オッケー。大量に出てくる。マジで死んでないの、あれで。すげえな。さあ、こっち側は。いやー、ちょっと遅いんだよね。よしよし。微動だにしないんだよね。はいはいはい。まだ出るか。なんか今触ったね。おっしょーん。あ、そういうことね。永遠で出てくるパターンだったんだね。よし、オッケー。レベル上げにはちょうどよかった気はするな。いやー、今回はまだレベル上がってないというか、アイテム何も出てこないね。武器欲しいんだけどな。出てた。長い弓ね。普通の確率で、あー、
に変えて、威力一緒ならね。やばい。やばい。やばそうなのは分かった。おりゃー、おりゃーめんどくさいぞ。うわすげえわ。まあまあまあ、マルチが発動してくれたから多少は良かったみたいな感じかな。見えないんだよな。何もなし。ああ、これだけか。エイテム出現率アップは欲しいね、常にね。全然違うもん。お、あー何も出ないのか。150本あるからね。ういんで何もない。ないか、お宝ないのか。これさ、雑魚敵からドロップって結構珍しいんだね。いやー、武器ドロップしないかな。ちょっと待った、痛い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 。腕アップ。さすがに強化されてると強いからね。よしよし、とりあえず片付いた。お金回収して、あそこ入れるね。この辺りはちょっと入れそう。うん、さらに奥行けるもんね。うん、この下は特になし。じゃあさっ
のところだけかな、入れるのは。そうだね。じゃあ入ってみよう。あれ、ここじゃない。いや、入れないのか。勘違いしてしまっただけか。武器欲しいよハヤナールはいいね。さあ、今徐々に回復中。回復系欲しくなるね。はい。またか。強えぞ、こいつ。やばいやばいやばい。痛い痛い痛い、地味に痛い。ああ、回復して。あれ、倒した。あ、倒してるわ。ナイスワンちゃん。浮いてるのがね、ちっちゃく浮いてるやつが倒すの大変なんだよね。こんなもんか。エンチャントスケルトン、はいはいはい、そういうことね。あ、足早なる。これは大変だね。えふいふい。でも大丈夫だね。武器は武器落としてくれないの。いや、宝箱欲しいな。リングね。なんか急に画面が引いたけど、そろそろボスっぽい、もしかして。どうした？ワープで戻されたんだけど。そうだね、鐘を鳴らすんだろうね。よしよし。まあ、先にアイテム見といて。やっちゃいますか。
力、あ、パワーがついた、パワーが。強いじゃん、お前。めっちゃ強かった、あいつ。なんだそれ。マジで。いや逃げるしな。やろう。はい、これで。よーし。喧嘩弱いな。変だった。あ、いや、なんか出てるわ。弾。あー、10、23、これより弱いじゃん。なんで。待ち伏せ、おい、うちね。いやー微妙なんだよな。ダメージこっちの方が高いもんね。まあやってみるか。あ、これで、あ、クリアなんだ。カボチャ草原の村人たちは来たる戦いに備え始めた。君のおかげだ。これは？ふわふわの羽。レア度は高い。あ？敵に衝撃を与え、スタンさせる非常に強力な発、回転発射。はあ。例えば、って言えば、マスタン系なんだろうね。何これ、ランダムなアーマーが手に入る。はあ。こんなランダム要素強いの。ストラッパーマルチ用だもんね。トラス、あー、カトラスいいね。トリック棒、あー、これ欲しくない。あ、違う、ミスった。魂のクロスボウ、あー、クロスボウ。あー、これいいね。魂系は。あら、これ。はははは。嘘だろ、これ。標的を消して逃さない。だからどう、絶対当たるんだね。ちょっと待って。っていうことは、上下にって動くってことだよね。早いんだよね。疲
ペランカーアーマー武器ダメージ 20% オーラ。貢献者やけど、微妙だね。いやー武器間違えて変えたのが痛いなあ。補充にそんだけ使うってことだよね。一応助けたので言うとこれだけかな。あーなんかすっげえな、頭にろうそくついてるわ。あー不思議なやつやな。はい、ということで今回はここまでにしたいなと思います。まあ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 、順調っちゃ順調だね。まあ、レベルちょっと上ぐらいを狙うのも問題はなさそうかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価いただきますと頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。